大学生のサークル活動的なノリでいつまでも投資家を損させ続けたらいけないと。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はチャットワーク株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は下がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、チャットワークですね、どのような企業なのかということで、はい、文字通りですね、ビジネスチャットの会社ということです。ビジネスで使うですね、チャットの、ソフトを提供している会社ということです。はい、ではですね、ビジネスチャットの、日本市場での、シェアっていうどんな感じになっているのかということですが、はい、もうマイクロソフトのチーム数ですね、これが圧倒的ということです。はい、1位マイクロソフトチーム数シェア 62.8% ですね。はい、2位がですね、セールスフォースのスラック 8.2% で、3位が LINE ワークスですね、これが 4.8% で、今回やってるチャットワークは 3.6% ということです。で、ズバリですね、ビジネスチャットっていうのは、ネットワーク効果でですね、勝負が決まるサービスということです。はい、ちなみにネットワーク効果っていうのは何かっていうと、簡単に言うと、みんなが使うものが便利なので、まだ、ビジネスチャットっていうのを使ってない人が、じゃあどれ使おうかなって言った時に、一番たくさん使ってる人のところにですね、新しい、人が入ってくるというのが、ネットワーク効果ということです。なぜかっていうとですね、はっきり言ったら今まで使ってなかったサービスを使うっていうのは、最初ですね、心理的な抵抗っていうのもありますし、単純に手間もあるわけですよね。例えば自分の、ですね、メールアドレスとか名前とか住所とか、入力してっていうですね、手間っていうのもあるわけです。そういう、いわゆるこうめんどくさいっていうことをやるとした時にですね、じゃあどれを使おうかなって言った時に、一回ですね、使い始めたらできるだけ、その同じサービスを使ってる人と、誰とでもつながれるものを、使った方がですね、はっきり言ったら便利ですよね。だから全然誰も使ってないものを、自分が使い始めてもですね、そのソフトを使ってですね、他の人とコミュニケーションは取れないということです。でも、いっぱいみんなが使ってるものを、自分が新しく使い始めたら、サービスを使い始めた瞬間にですね、たくさんの人とですね、その新しいソフトでですね、コミュニケーションを取るっていうことができるので、だから単純に、みんなが使ってるものが便利。だから新しい人もですね、みんなが使っているものに入ってきやすい。これがネットワーク効果というものです。はい。しかもですね、利用料金っていうのを比較した場合ですね、左側がチャットワーク、右側がマイクロソフトチームスというふうにしたときに、チャットワークは3プラン、チームスは4プランということですけど、はい。お互いにですね、無料プランっていうのも持ってるわけですけど、2段階目はですね、チャットワークが600円、月額600円、Teams の方は430円ですから、Teams の方が安いということです。はい、だからということで、チャットワークはですね、価格勝負で、シェアっていうのを伸ばすっていうことも、できないということです。Teams の方がシェアを持ってるわけですけど、じゃあそのシェアを取りに行くって言った時に、価格で取るっていうことはできないということです。はい。で、Teams がですね、業界的にはシェア62.8% で圧倒的1位、しかも料金も安いということであれば、ビジネスチャット業界っていうのはもう Teams に実質取られた後ということですね。はい。で、チャットワークはですね、ビジネスという戦争でこれはもう完全に負けたということが言えます。はい。もちろんですね、負けた理由っていうのはこのビジネスチャットという商品製品の使いやすさではないということです。はい。これは違いますということです。はい。では、本当に負けた理由っていうのは何なのかっていうと、もう営業ですね。もう営業で負けたということです。はい。で、チャットワークの経営陣はですね、あまりに技術に寄りすぎていたということです。はい。だからですね、経営陣はですね、お花畑的な思考で、洗脳されたままということです。はい。口コミにより広がるという考え方はですね、はい。左側がですね、製品中心のですね、考え方。右側がですね、営業中心の考え方ということになります。はい。そうしたときに、チャットワークの経営陣っていうのは、製品中心で、物事を考えるという、そういう経営陣だった
ということですね。はい、なので、まあ、左側の戦略というのは、まあ、プロダクトを通じて価値を伝えることでユーザー数と売上を拡大で、プロダクトカスタマーサクセスの改善が重要ということですよね。なのでとにかく製品磨いて、まあ、顧客のですね、まあ、体験価値っていうのをどんどん上げ続けるということですね。はい、そうすればどうなるかということで、特徴としてですね、口コミにより広がり高レバレッジで成長というふうに書いてあります。はい、ユーザーのプロダクト活用度が上がると ARPU ですね、アベレージレベリューパーユーザーということで、まあ、顧客1人当たりのですね、平均売上が、まあ、上がっていく構造ということですよね。まあ、ちなみに右側のですね、まあ、営業中心っていうのはどういう考え方かっていうと、まあ、戦略はですね、まあ、セールスやマーケティング活動を通じて売上拡大で、セールスマーケティングの改善が重要ということですね。はい、そうすると、まあ、特徴としてはセールスの人員数に依存し労働集約的で、セールスにより都度アップセル、クロスセルを行っていく必要があるということです。はい、でも明らかにチャットワークの経営陣は左側のですね、まあ、製品中心でありですね、まあ、とにかく製品というのを磨き続ければ口コミが上がって、まあ、ビジネス的にもうまくいくっていう考え方を持ってしまっているということです。はい、で、まあ、製品がいいなんていうのは、まあ、顧客にとってはこれ当たり前なんですよね。はい、例えばですね、まあ、お店にですね、まあ、何か外食をしに行ったと言った時に料理が美味しいなんていうのはこれはお客さんにとって当たり前なわけです。はい、だから、まあ、当たり前は口コミにならないわけですよね。美味しいものを食べられると思って食べに行ってるわけで、ああ美味しかったっていうのは当たり前なわけですよ。だからそれでは口コミにはならないということです。はい、だから、まあ、口コミにより広がりっていう考え方っていうのはもう寝言だということですね。なので、まあ、寝言は寝てる間だけ言いましょうということです。はい、で、まあ、チャットワークの経営陣がですね、まあ、どれほどお花畑的な思考かっていうのは本当に呆れるばかりということで、まあ、例えば、まあ、顧客に商品を紹介するときですね、なので、まあ、チャットワークっていうのをですね、ぜひ、ご紹介くださいということで、まあ、チャットワークを使ってくださるお客様をですね、ぜひご紹介してくださいという、まあ、その紹介を依頼するときとかっていうのに、まあ、最大2000円の、まあ、ギフト券と、これをプレゼントしますということですよね。はい、最大2000円のギフト券をプレゼントするので、だからチャットワークを使うお客様を紹介してくださいって、ね、小学生のお小遣いかということですよね。はい、しかもですね、抽選だということです。抽選で Amazon のギフト券をプレゼントしますということで、はい、それがですね、まあ、ビジネスでですね、まあ、法人に紹介を依頼する態度かということです。はい、チャットワークの経営陣はですね、まあ、ビジネスの現実っていうのが何も分かってないということです。はい、すなわちですね、紹介っていうのはビジネスの命ともいえる信用そのものだということが、まあ、全然分かってないということです。はい、どういうことかっていうと、まあ、例えば法人に、まあ、顧客がいますと、まあ、顧客がですね、いますと、まあ、お金を払ってくれているお客様がいると。じゃあなんでお客様は法人に対してお金を払ってくれてるのか。当たり前ですよね。信用してるからですよ。だから信用してるんで、例えばこの商品は素晴らしいものだと、このサービスは素晴らしいものだと信用してるわけです。信用してるから大事なお金を払ってお客様になってるわけですよね。だから顧客からの信用がありますと。で、その信用してくれている顧客に、じゃあこの商品このサービスがいいですよっていうのを紹介するっていうことはどうなるか。紹介された、ね、そのお客様っていうのは当然商品も信用するわけですよね。信用している企業がこの商品がいいですよ、このサービスがいいですよって紹介してるわけですから、当然紹介された商品もお客様は信用するわけです。はい、でですね、もし万が一紹介した商品が顧客に不利益ですよね。要するに、払ったお金以上の、まあ、売上っていうのが立たなかったっていうことで、売上と経費を、引いた時に経費の方が増えてしまった。そういう不利益というのを与えた場合っていうのは、まあ、今まで顧客との間で積み上げ続けてきた信用のもう全てが崩壊してしまうわけですよね。この商品をいいって言ってくれたのに、この商品はダメだったと、損したということであれば、もうあの企業は信じないということで、まあ、結局信用が崩壊してしまうわけです。つまりお客様との関係っていうのが、まあ、断絶してしまうということなんですね。はい、だから
顧客の方から求められない限り紹介はしない。これがまあビジネスの原則です。はい、紹介っていうのはですね、リスクがあるということです。はい、なぜかっていうと、まあ、紹介にはですね、信用を失ってしまうリスクっていうのがあるということです。だからこの商品、このサービスがいいですよって言って本当に、ね、相手のお客様に利益、メリットっていうのをもたらさなかった場合は、お客様との関係が終わってしまうわけですよ。断絶してしまうんですよね。うん、だから安易に紹介はしない。これが現実のビジネスだということです。はい、で紹介には大きなリスクがあるというのであれば、まあ、リスク以上のリターンっていうのを求めるっていうのは、これはもう現実のビジネスでは当たり前だということです。はい、にもかかわらず、まあ、チャットワークの紹介キャンペーンはですね、抽選で最大2000円のギフト券プレゼントということで、まあ、誰が本気で紹介するんだということですよね。本当に寝言は寝てる間だけ言いましょうということです。はい、でまあ、チャットワークのですね、まあ、経営陣はですね、まあ、ビジネスチャットという商品を売る前にビジネスの現場でですね、まあ、営業を実際やった方がいいということです。はい、そうすれば、まあ、幻想から目が覚めてですね、まあ、綺麗事だけでは驚くほど商品サービスって売れないんだということで、本当のビジネスっていうのを体験できるということです。はい、で、まあ、ビジネスチャット業界でこれはもう負けたわけですよね。もうチームスが圧倒的にシェア取った後なので、もう負けたわけですよ。はい、でこの負けたチャットワーク、じゃあ今後はどうするんでしょうということですよね。そうした時に、まあ、スーパーアプリに、まあですね、さらにチャットが進化していきますということで、まあ、今までですね、まあ、チャットっていう広い括りじゃなくて、あえてビジネスチャットというふうに狭めた市場でさえシェアが、まあ、チャットワークは取れなかったんですよね。だから広いチャット全体ではなくて、もっと狭いビジネスチャットと限られた、まあ、経営資源、人物、お金っていうのを集中できる狭めた市場でさえチャットワークはですね、まあ、Teams にシェアを取られたわけですよ。チャットワークはシェアが取れなかったんですよね。それなのに、たった一社だけが独占できるプラットフォーム、スーパーアプリってもう何でもできるアプリみたいな、そういう、ね、プラットフォームでシェアが取れるはずがないだろうということですよね。よりそういうこうね、もっと高機能のアプリっていうことになれば、ある程度何でもできるような高機能のアプリということであれば、それこそ経営資源、人物、お金が圧倒的にある大手の方が有利、マイクロソフトとかセールスフォースの方が有利に決まってるということです。はい、でもお願いということで、まあ、いい加減に起きてということですよね。はい、もう目を覚ましてということです。はい、もっと現実を直視してということですね。はい、投資家から52億円も出資を受けながら、今までずっと配当なしの無配で、しかも会社の利益剰余金がマイナス24億円ということで、はい、それがありのままのあなたチャットワークなのということですね。はい、それなのにまだ誰もが働くことを楽しみと、そんな大学生のサークル活動的なノリでいつまでも投資家を損させ続けたらいけないということですね。はい、だからお願いと、いい加減に起きてと、目を覚ましてということですね。はい、とはいえということで、まあ、実際は自身でですね、まあ、株を 51.4% 保有しているということで、まあ、今後もですね、チャットワークは変わらないということです。はい、だからまあ結局筆頭株主でありですね、なおかつまあ議決権っていうのは半分以上抑えているわけですね。だからまあはっきり言ったら、こう、周りのですね、まあ、はっきり言った投資家からのですね、まあ、強いプレッシャーっていうのが、まあ、このチャットワークに対してはまあ弱い状態ということです。はい、でまあ引き続きですね、まあ、チャットワークの経営陣はですね、まあ、休み状態のままおとぎ話の世界で、まあ、楽しく働き続けることでしょうということです。はい、一方現実ではですね、まあ、落ちるとこまで落ちますということです。はい、よって、まあ、チャットワークはですね、まあ、しばらく赤字は継続しますということです。で、ってことは利益の合計金額である企業価値っていうのは限りなくゼロの方に近づいていくということです。であれば時価総額、株価も下がり続けるということですね。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定ということで、チャットワークの今後の株価はですね、886円が311円まで下がるというふうに予想します。はい、ということで今回はチャットワーク、株価どうなるというテーマでしたけれども、結論は下がるという結論です。はい、もし今回の動画ですね、あなたも役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、メルマガ登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう